阪急電園バス。阪急電園バス株式会社。阪急電園バスは、かつて、兵庫県で路線バスを運営していたバス事業者である。旧社名は、西谷自動車株式会社。通称、西谷バスで、その後は、阪急バスの完全子会社となった。2019年7月1日付で、親会社である、阪急バスに九州合併。 宝塚市北部の大原の西谷地区を中心に、宝塚駅や武田尾駅、三田駅を結ぶ路線を運行している。一部の区間では、親会社の阪急バスや新規バスと、相互運行している。地盤となる、西谷地区、1955年4月の宝塚市への、編入までは、川辺郡、西谷村は長年交通の便が悪く、最寄りの鉄道駅である。 武田尾駅からは 10km 以上離れている。1924年2月、この事情を考慮して、当時の西谷村村長、長房田三郎が中心となって、村の発展のために武田尾駅へとアクセスする乗り合い自動車路線の申請を行い、同年6月の事業免許取得を経て、同年7月に西谷自動車株式会社が創立した。出資は、 各集落への割り当て居室によるもので、損営バスとしての性格が濃いものであった。創立からほどなくして、太平洋戦争が激化すると、戦時統制で自動車関係の物資が欠乏したことから運営はほぼ壊滅状態となり、1944年にはやむなく大阪公益社へ事業場とした。しかし終戦後は再び村が自ら運営するべきという声が強まり、 1946年8月に再び村民の手によって買い戻された。戦後の経済復興とともに利用客が増す一方、事業の発展につれて人件費や整備などにかかる投資が大きな負担となり、健全な運営を保つためにも大手バス会社への事業譲渡が望ましいとの声が増えめる。そのため、1960年には地理的関係や、 今後の地域開発において、阪急バスへの移行打診が行われた。同社が選ばれたのは、かつて同社が買収した北雪自動車が、稲川町有だから、西谷地区、はずまでの路線を運行していた実績があったことによる。交渉は成立し、同年11月には、株式のほとんどを阪急バスへ譲渡し、旧西谷自動車の従業員は、新規作用として全員引き継いだ上で、申請。 西谷自動車が発足した。そして、1995年には、阪急バスの完全子会社となり、1997年には、社名を、現在の、阪急電園バスに変更した。また、のせ車者を皮切りに、阪急バスの一部の営業所に死者を置き、運転士の人事などの運行管理を受託する業務も、行っている。詳細は、阪急バス営業所一覧を参照のこと。 停留所、運賃、ダイヤなどは、阪急バス公式サイトを参照。1967年より運行。西谷地区と宝塚駅を結ぶ路線で、路線全体で1日後往復ほど運行している。元は生瀬を経由して、宝塚市民会館、現在の御殿山2丁目、宝塚駅へ向かうルートを取っていたが、1999年のダイヤ改正で、 現在のスミレが休憩に変わった。武田汚染と接続が考慮された便も設定されている。詳細は、宝塚駅前案内所や阪急、電園バス本社などで配布されている時刻表を参考のこと。上記の10万辻、大宝塚ゴルフ場は、往復ともに、全停留所10万辻大宝塚ゴルフ場、自停留所の順に停車する。 西谷地区と武田尾駅を結ぶ路線。前述した通り、創立当初からの阪急田園バスの主力路線で、路線全体で毎時1から2本運行されている。宝塚線と接続が考慮された便も設定されている。1957年より運行。新規バスとの共同運行で、阪急田園バスは午前の3本を受け持ち、午後の1本は新規バスが担当する。 2010年4月以降、新規バスによる運行は平日のみとなり、土日は阪急田園バスによる午前の便のみとなる。1972年より運行。宝塚市へ、長尾三霊園の母さんバスとして、毎月第4日曜日に4.5往復運行。悲願・凡時期には増便する、宝塚市の広報誌に随時掲載。 阪急スクールパス以外の企画乗車券等は使用できない。宝塚市営宝塚すみれぼ園の母さんバスとして2月から12月の毎月第1日曜日と12月30日に1往復運行。悲願・盆時期には阪急バス宝塚営業所が運行し2往復に増便する。悲願・盆時期の運行日は宝塚すみれぼ園の公式サイトなどで公開される。 運賃は現金のみで支払い可能で、定期券や、企画乗車券等は使用できない。新鉄バスの道場線を継承した路線。毎年1月18.19日の2日間のみ、1日21往復運行。時刻表は、電ワタグ宮の公式ウェブサイトにて、年末に公開される。道場線と重複していた、三田線。 有馬三田の区間は2002年に阪急バス山口、営業所に移管された。阪急電園バス本社前、西谷社子前、西谷支所前、西谷夢フラザ。スポーツ日本ゴルフ前、長尾山霊園口、生瀬、生瀬橋日が沈め、中央病院北口中央病院前、廃止停留所、中央病院南口、中央病院南口は共同運行している。 新規バスで行ったバス停環境調査により、交通環境がお客様にとって危険度の高い環境であると判断され、廃止停留所になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。